どうも、お酒を二十歳になってからマーサヨンです。そしてどうも、たけちゃん TV です。よい、はい、乾杯。あざす。乾杯。いやマーサヨンなんですけど、今日実はね、高知初上陸。あざす。あざす。人生初高知です。それでね、あの YouTuber の大三国志のたけちゃんのお店に来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもね、高知いいですね。まあ、さっきこのたけちゃんがなかなかね起きてくれなくて、連絡もしてくれなくて飲んでたんですよ。で たたきを食べて、そしたらいきなりね、よさこい踊り始めて、いいな高知と思って。どう、カツオは美味しかったですか？美味しかったよ、そこのね、目の前でね、わら焼きっていうの、あれわら焼きっていうのかな、わら焼きしてもらって、香ばしくて美味しかったんですけど、まあせっかくなんでこうやってねコラボさせてもらってるんですけど、僕ばっかり喋ってもあれなんで、大三国志、なぜここ来たかというと、今ね第44サーバーで戦闘民族やっております。よい、はい、でたけちゃんが名手カカロットということで、はい、どうですか戦闘民族。はい、まあ名手がね伸び悩んでますのでいやレベリングはすごく難しいです。難しい、はい、うん、戦闘民族はもともとどういう感じでやったの？そうですね、もう窮屈なルールなどが嫌だなということで、はいはい、暗黙のルールなんて無視してやっちゃおうぜっていう集まりで始めた同盟なんです。なるほど、はい、ということでね、俺もたまたまだけど42サーバーで、始めて、今回ちょうどね第三国志っていうのは合併っていう、システムがあるのね、ちょうど44と一緒になるということで、ちょっと戦闘民族と一緒になるということで、これやるしかねえと、いや、ということでね、はい、やってるわけなんですけど、はい、ちょっと戦闘民族、カカロット、ラディッツ、ベジータ、ナッパいるんだっけ？ナッパいなくなった。ナッパいないか。フリーザがいるか、フリーザいる。いるんだけど、ちょっとまだ、ちょっと戦闘力が、ちょっと怪しい感じかな。だいぶ怪しいです、これ。そうですね。朝やんさんの美化金なアカウントに負けてますからね。そう、はい、これどうなんだと。戦争やりたいけど、やりたいけどやれないというか、いやいや、まだまだちょっとね、もうちょっと頑張らないと、そうですね、いけないなと思っております。しかしね、皆さんね持っとるんですよ、武将だけは。ということは金は持ってると。持ってますね。持ってる人が多いかなと。金は使ってますよ。その使い方をぜひぜひ俺がねちょっと伝授して、はい、もっとやってほしいなって言うんですけど、なんせみんなね遊んでる？飲んでる？飲んでますね。忙しいんかな。そうでしょうね。みんな酔っ払ってますから。もうたけちゃんも昨日も何ショットなの？そうや、昨日。僕朝8時まで飲んで。8時まで飲んで。8時まで。8時まで飲んでラリってましたね。うん、はい。だってレベリングできないよね。それできないですね。外交は、外交も。外交なんてもうとんでもないですね。とんでもない。名手ダメだよそれ。名手だ。勝負のお手紙読めないですからね、うん、名手たるものね常に隠立ナンバーワンみたいな、はい、名手は別に強くなくていいんですよ、はい、全然いい、ただ隠だけはしとけと、で弱くてもいい、はい、隠だけはしてこうなんかやっとるかとかなんかどうだみたいな、で多分名手になったらいろいろクレームとかね、はい、まあ、手紙がいっぱい来るからそれを対応せないけんし、できんのになったら信頼できるこう不明士とか指揮官とかをね、はい、俺はやらんけどやってくれよとか、ちょっとやらんけどね、俺はやらんけど、俺1サバと22サバがあるから、7サバか今やらんけど、まあそういうのね、まあ、しっかりとこう立ててやっていかなきゃなと思います。でこの店せっかくなんで、この店のことを言っとかなきゃいけないね、こうそうですね、もう高知県のジョーカー大手筋ですね、はい、あります、これは
ナンバー103というお店です。そう、俺気になって、実は俺今日エレベーターで来るときに6階までしかエレベーターないんですけど7階に存在してるんですよ、はい、これどうやって行くんだと思って行ったら6階まで行って階段上がって、そう、この103っていうなんかあるんですか。あるんです、こだわりが。103でトサって読めるんです。ああ、なるほどなるほどなるほど。トサね、深いわ、深い話、左左左です。これなんかあります。あ、そうだ、せっかくなんであれはもうマサヤン動画来たら見たらなんかサービスみたいな、いいの、まあ、来るか分からんけどね、コーチなかなかあれだけど、めちゃめちゃいいサービスしたら来るかもしれんけど、ね、濃いめのハイボール、お、3倍サービス、3倍サービス、ありがとうございます。来るかな来るかな、ぜひ来てください。ありがとうございます。これいつからやってるんですか、この店は。もうすぐ3周年なんですね。3周年4月の末で周年を迎えるということで、はい、なるほど。もう周年の PV 動画も撮影しなきゃいけないですし、もうビラも作らなきゃいけないんですけど三国してます。 大三国ですね、はい、そう、たけちゃんはたけちゃん TV あって、そして大三国志のたけちゃんゲームスも、はい、やってるということで、マジガチ、ガチ大三国ガチガチですガチでお金は使ってますから、ガチでお金、まあ、量もね、そう、皆さんご存知のように、あの量も当てるまで帰れませんという、はい、たけちゃんは引いてないと。僕は引いてないです。引いてないということなんですけど、あのね、名物動画も皆さん知ってるし、こうやってね、僕もいろんなとこ回ってるんですけど、やっぱり大三国志のつながりをね、こうやって深めてきて、この隣にラディッツさんという方もいらっしゃいますけど、今後この仲良くさせていただいてね。こんばんは渋い声で入ってきた、こんばんはラディッツもう言いながら、あ、でも大三国志こういうねゲームを通じて、いろいろねまた、やってきたと思いますんで、たけちゃんもね、いろいろオフ会も作っていただいてますし、はい、これからオフ会も参加したり、いろいろ飛び回っていきたいんで、はい、よろしくお願いします。あの概要欄にたけちゃんの お店載せておきましょうかね。ありがとうございますまあ、マサヤンの動画見たら、なんか小指のハイボール3杯サービスです。サービスということなんでね、はい、ということで、いいかな、濃いですよ、濃いですよ全部濃いくしたらあれだな、もうあのウイスキーのストレートじゃないけどあるんですよ、僕あの濃いめのハイボール作ってくれるね、はい、広島のお店あるんだけど、もうねこれハイボールじゃないとなっちゃうんで、あれなんだけど、まあまあそういうサービスをいただけるということなんで、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひお越しくださいませよっしゃということで、お酒を二十歳のだけまさやんでした。そしてたけちゃん TV でした。ありがとうございました。ありがとうございました。